おはようございます、コータです。今回の動画なんですけど、以前店舗紹介やったんですけど、そちらはまあ本店というか、今回は大町店の紹介をしたいと思います。いろいろ特徴あるので、はい、ぜひ見てください。では行きましょう。この住所は大町2条10丁目 173-84、 住所貼っとくので、そちらコピーして、まあ、来る際はあの Google マップ使ってきてください。ここの道路をまっすぐ来て、そのまま店舗の前にこんな感じで車を止めれます。まあ、大体ここ1台と、ここにちょっと詰めて1台止めれるような形になります。そして駐車場もう1個あるんですけど、店舗の少し前、曲がれるところになってるんですけど、こちらを曲がっていただいて歩いていきます。歩いていくと、なんぼだろうな、だいたい50メートルも行かないぐらいなところに、ここにも駐車場があります。ここ1台とここ1台で、もうちょい詰めれば、ここはもう1台止めれるかなって、計3台ぐらいの駐車場がもう1個あります。はい、こんな感じで2箇所に分かれて車が止めれるようになってるんで、駐車場に止めてください。では入ってきましょう。はい、まず見えてきたのが、これはケル君と西君がデイライトバーバーバトルに出た時の盾ですね。この照明はパズルさんっていう旭川の雑貨屋さんのお店があるんですけど、そちらに依頼してアパシにつけてもらいました。あ、こんにちは。こんにちは。大町店の店長の西くんです。あ、そのマスク越しにすいません。はい、今ちょっと大町店のコンセプトみたいな、はい、あ、そうですね。僕はやっぱり床屋さんっていうものがそもそもにどういうものだったのかっていうのをイメージして、地域に密着してバーバーっていうものの本質的なかっこよさを自然に出せるようなお店にしたい。もう取り繕うことなく、そう、そう、かっこつけすぎないのがいいのかな。あ、まあ、確かにそうですね、うん、そう、ここからどんどんね、いろんな雰囲気がこうミックスされてって、もっとお客さんにも居心地が良くって、俺らも居心地がいい場所にどんどんなってくる予定。いいね、はい、ありがとうございます。はい、カトチュー。奥のジーマはお客さんからいただいたものです。ありがとうございます。で、ジーマの下にあるあそこから音楽流れてるんですけど、そちらはバッシュがもともと持ってたものを使って音楽流してます。こちらも店内は禁煙になってるので、外に出ていただいて、ちょっと見えてるかな、テラスみたいなこうアップしていく段になってるんですけど、ここで喫煙するようなスペースになってます。はい、新店舗はこんな感じです。本店からは約車で10分ぐらい近いところなんですけど、ぜひ
皆さん寄ってみてください。今回の動画は、まあ、今のお客さんたちとかにこう新店舗の場所とかを、駐車場だったりとか、まあ、それこそ住所だったりとか、まあ、雰囲気っていうのをお届けできればなっていうふうに思って撮りました。今回はありがとうございました。チャンネル登録をしてよろしくお願いします。ありがとうございます。